中村城は高知県四万都市丸の内に中世から近世にかけて存在した日本の城である、ため松城の別名を持つ四万都市指定史跡。四万都市立郷土資料館、応仁の乱を避けた一条共謀が、荘園であった中村に下校しそのまま戦国大名として到着し、 もともとこの地にいた豪族のため松氏が家老として取り立てられ、そのため松氏により築城されたのが始まりと考えられている。代替わりして一条、金貞の時、金貞は素行が悪く、家臣により文吾へ追放され、その後一条家は長祖壁元地下に攻められて滅亡した。関ヶ原の戦い後、先行により山内和豊に土佐一国が与えられ、 山内和豊の弟安豊が入るが、現名の一国一条例に伴い廃城となった。城は西西万都川、東に後川が流れ、中村平野を一望できる丘陵に築城され、面積はおよそ1万586平方メートルあり、以降は石垣が残っている。石垣は1965年に発見されたもので、中村藩に万国二大藩主。 山内正豊時代の慶長18年に修復されたものであると考えられている。現在は、ため松公園になっており、二の丸跡に模擬天守の四万都市立郷土資料館がある。ただし、この四万都市立郷土資料館の建物の外観は、犬山城をモデルに設計されている。四万都市の文化財から、記念文化財の一覧マイナス。 四万都市公式 HP 四万都市観光情報。ありがとうございます。